初代リーズデール男爵アルジャーノン、バートラム・フリーマン・ミッドフォードは、イギリスの外交官、政治家、収集家、作家、貴族、幕末から明治初期にかけて外交官として日本に滞在した。あだ名は、バーティ、著名なミッドフォード姉妹の祖父にあたる。アルジャーノン・ミッドフォードは、 ヘンリー・リブレイ・ミッドフォードの息子であり、著名な歴史家であるウィリアム・ミッドフォードの彦にあたる。父方の祖先は、地主階級で、ノーサンバーランドのミッドフォード城を所有していた。母のジョージアナは、アッシュ・バーナム伯爵の娘であった。ミッドフォードが3歳の1840年に、両親は離婚し、母は再婚している。詩人のアルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンとは、母方のいとこにあたる。 ミッドフォードは、イートンカレッジとオックスフォード大学、クライストチャーチ校で学んだ。1902年のリーズデール教の似顔絵ミッドフォードは1858年に外務省に入省し、サンクトペテルブルク英国大使館の三謀書記官に任命された。その後、北京の公使館に勤務後、日本に渡った。ミッドフォードは、北京で公使を務めていた。 ラザフォード・オールコックの義理の娘であるエミー・ラウダーと恋愛関係となったが、オールコックは社会的に不釣り合いとの理由で結婚に反対し、二人を引き離すためにミッドフォードを日本に転勤させたようである。1866年10月16日、29歳のミッドフォードは横浜に到着し、英国公使館の二等書記官として勤務を開始した。 当時英国公使館は江戸ではなく横浜にあったためミッドフォードも横浜外国人居留地の外れの小さな家にアーネスト佐藤、ウィリアム・ウィリス医師と隣り合って住むこととなった。約1ヶ月後の11月26日、豚や火事で外国人居留地が焼けたこともあり英国公使館は江戸高輪の千学寺前に移った。ミッドフォードは 当初、公使館敷地内に家を与えられたが、その後佐藤と二人で公使館近くの門寮院に部屋を借りた。佐藤によると、ミッドフォードは絶えず、日本語の勉強に没頭して、著しい進歩を見せている。また住居の近くに、千学寺があったが、これが、後の1871年に、昔の日本の物語を執筆し、赤楼市の物語を西洋に、 初めて紹介するきっかけとなっている。徳川義信が将軍に就任すると大阪で各国公使に謁見することとなったが、ミッドフォードは佐藤と共にその下準備のために大阪に派遣された。実際の目的は京都の政治情報の調査であり、ミッドフォードはこの時に明治維新で活躍する日本人と面識を得た。4月中頃、 各国外交団は越見のため江戸から大阪に向かった。英国公使、ハリー・パークスは4月29日に徳川義信との非公式会見を行い、正式な越見は5月2日に実施された。英国外交団は大阪に約5週間滞在したが、この間にミッドフォードと佐藤及び画家のチャールズ・ワーグマンは宿舎をしばしば抜け出して、日本の実情に触れている。この後、 佐藤とワーグマンは陸路江戸へ向かったが、ミッドフォードは回路を使って江戸に戻った。安政後過酷条約では、新潟が開港予定地となっていたが、貿易港としては適していないため、その代替地として七尾が候補となった。ミッドフォードはパークスや佐藤と共に函館・新潟を経て、8月7日に七尾に到着した。その後パークスは長崎経由で、 海路大阪へ向かったが、ミッドフォードと佐藤は8月10日から8月22日にかけ、内陸部を通って大阪まで旅した。日本の内陸部を外国人が旅行するのは初めてのことであった。その後、ミッドフォードと佐藤は、ハチスカヒの招きで阿波を訪問することとなっていた。しかし、長崎で英国水平殺害事件の報告を受けたパークスは、 土佐藩の関与が疑われたため、二人に便乗し、阿波経由で、土佐に向かうこととした。このため、ミッドフォードによると、阿波訪問は、単なる表敬訪問になってしまった。阿波で、パークスや佐藤と別れ、ミッドフォードは、江戸に戻った。1868年1月1日に予定された、兵庫開港の準備のため、11月30日、ミッドフォードと佐藤は、 大阪へ向かい12月3日に到着、パークスも24日に到着した。兵庫開港は無事に実行されたが、日本の政治は急速に動いていた。1868年1月3日の王政復古の大号令を受け、1月6日には吉信は京都を離れ大阪城に入った。8日にパークスはミッドフォード、佐藤を伴って半ば強引に吉信に配越した。 1>, 1月28日には、鳥場、伏見の戦いが勃発して、幕府軍は敗北。1月31日には、吉信は、大阪城を脱出した。これに先立つ30日に、幕府は、各国外交団に保護は、不可能と通達したため、外交団は、兵庫へと移動した。ミッドフォードは護衛隊を引き連れて、牙で、兵庫へ向かった。2月4日、 微人販兵が外国人を射撃する神戸事件に遭遇した。事件の背景や推移には様々な見解があるが、ミッド・ォードはこれを殺意のある襲撃だったとしている。なお、この事件の責任を取り、滝前三郎が切腹しているが、ミッド・ォードはこれに立ち会い、また辞書、昔の日本の物語にも付録として記述している。3月5日に外交団は、 大阪に戻ったが、7日に山内陽道の治療のためウィリスが京都に派遣されることとなり、ミッドフォードもこれに同行した。両名は土佐藩の屋敷に入ったが、8日は土佐藩の兵士がフランス水兵を殺害する事件が発生した。しかし、その後も両名は土佐藩邸に泊まり、12日に大阪に戻った。3月23日、パークス一行は、 明治天皇への越検のために京都に向かったが、ここで二人の上位派に襲撃された。一人は同行していた中井光三と後藤昌二郎が残殺したが、もう一人はミッドフォードが捕らえた。この日の越検は中止されたが、3月26日に廃越は実現した。この際、パークス以外の公私官人ではミッドフォードのみが越検できた。三月十九日、パークスらは、 江戸に戻ったが、ミッドフォードは一人で大阪に残るように命じられた。来日して一年半程度であり、また通訳官でもなかったが、一人で業務をこなせるほど日本語に上達していた。8月に江戸に戻ったが、ほどなく江戸は東京と解消され、また明治への改元が行われた。1869年9月4日、エディンバラ港アルフレートが来日したが、 ミッドフォードはエディンバラ公の宿舎となった浜離宮におよそ1ヶ月住み込んでその準備を手伝った。エディンバラ公が天皇に液見した際には通訳を務めている。その後オーストリア外交施設一行をサポートした。1870年1月1日に日本を離任した。1872年に財務省公務局に副長官として入局し、 1874年から1886年まで長官を務め、国内洋室不動産や在外交換の映然の指揮を取った。この間に、ロンドン島の修復やハイドパークの増園に関わっている。1886年、いとこのリーズレール伯爵、ジョン・フリーマン・ミッドフォードの死により、その遺産を受け継いだ。この際に、フリーマンの名前も引き継いだ。 1880年12月、外務教の井上薫の指示で、首都官庁集中計画にふさわしい建築家を探していた、中英校誌、その田孝吉はミッドフォードを訪ねて、建築家の推薦を相談した。1887年には、英国行政委員会のメンバーとなった。1892年から1895年まで、ストラフォード音栄本選挙区から選出されて、 保守党所属の庶民委員議員を務めた。1902年には、連合王国貴族爵位、リーズデール男爵に除され、貴族委員議員に列した、明治天皇にガーター勲章を贈るこの男アーサー1902年に日英同盟が締結され、1906年には、この男アーサーが、明治天皇にガーター勲章を授与するために訪日し、その際、ミッドフォードも随反した。 ガーター勲章施設団7名の中にはマイルズ・ランプソンもいた。一行はイギリス海軍本港基地で軍艦に乗り換えて日本に到着した。この時日本政府は施設団を艦隊するために大名行列を再演しミッドフォードに勲一等局実大受賞を受賞した。北京大使館勤務時代には中国語に親しみ、その後日本に転勤するとアーネスト佐藤と競って、 日本語及び日本文化を学んだ。その過程で日本文学に委託系統し、1870年イギリスに戻るとテールズ・オブ・オールド・ジャパンの執筆に取りかかる。本書の中には中心蔵の物語も含まれ、腹切りも紹介している。1871年にロンドンで出版されると好評を博し、イギリスにおける日本市民神道の一助になった。 趣味は芸術全般から植物学の分野に及び特に全州と関わりの深い竹を好みバッツフォードの屋敷に広大な全州風の植物庭園を策定したその際世界各地から20種類以上の竹を集めその学術的成果をザ・バンブル・ガーデンとしてまとめ出版したバッツフォード庭園のあずまやバッツフォード庭園の竹晩年ミッドフォードは ヒューストン・スチュアート・チェンバレンの2冊の著作、19世紀の基礎及び、イマヌエル・カント、ゲーテ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ブルーのプラトン及び、デカルトとの比較研究の翻訳、編集及び、前書きを書き、それぞれ1910年及び1914年に出版した。1874年、ミッドフォードは、エアリー伯爵の三女クレメンティナガートルード・ヘレンと結婚した。 二人の間には、以下の五人の息子と四人の娘が生まれた。また日本滞在中、日本の芸者との間に二人の子供を設けたと言われている。ミッドフォードは、グロスターシャー州バッツフォードの屋敷を相続し、母屋をビクトリアンゴシック町に改造し、また庭園を竹を主題にした、全州風に作り直したが、その費用のために、彼の死後数年で屋敷は売却された。 屋敷を購入したのは、タバコ事業で成功した、実業家のギルバート・ウィルズ初代ダルバートン男爵で、現在も、彼の子孫であるダルバートン男爵家が所有している。ミフォードは、植物の学名で命名者を示す場合に、アルジャーノン・フリーマン・ミッドフォードを示すのに使われる。イタドリは19世紀に干渉用として、イギリスに輸出され、旺盛な繁殖力から、在来種の植生を脅かす。 外来種となり、コンクリートやアスファルトを突き破るなどの被害が出ており、世界の侵略的外来種ワースト100選定種の一つとなっている。2010年3月、イギリス政府は、イタドリの駆除のために、天敵のイタドリマダラキジラミを輸入することを決定している。ミッドフォードはイタドリをイギリスに紹介した人物の一人とされることが多いが、最初の人物ではないと思われる。 ありがとうございます。